ちは、グリザイアファントムトリガー有坂しおり役伊沢美香子です。そうですね、まあ、有坂先生は教師の先生なんですけども、最初こうひょんなことがありまして、美浜学園に、あの美浜学園に着任するところから物語は始まります。で、美浜学園の中では、まあ、いろんな個性的な生徒たちとこう出会っていって、いろんな事態に対応していくんですけども、そんな中で有坂先生と生徒たちがどんな風な化学反応を起こしていくのかな、あるいはどんな風に成長していくのかなっていうところが大きな見どころだと私は思っています。そうですね、まあ、あの第1巻の方では先生がちょっと先生の性格ゆえに活躍してしまうところがあるので、ちょっとそこもどんな活躍なのかなっていうのをご期待いただいてお待ちいただければと思います。ということで、発売までもう少々お待ちください。以上、有坂しおり役伊沢美香子でした。